調布市、グリーンホールは、東京都調布市が設置する多目的ホール。建物の正式名称は、調布市市民福祉会館。文化施設、グリーンホールと、調布市総合福祉センターを併設している。グリーンホールの施設管理運営は、調布市千川劇場、調布市文化会館た作くりとともに、公益財団法人調布市文化、コミュニティ振興財団が行う。 総合福祉センターは、調布市社会福祉協議会が使用している。第四大調布市長、本高一郎の在任中に、京王線、相模原線調布駅前に建設され、1977年に開館した。お年の記念公演として、NHK 交響楽団の演奏会、小区を歌舞伎、NHK のドジマンなどが開催された。近隣に、 日活調布撮影所や角川大英スタジオといった映画スタジオが所在することから日本フィルハーモニー物語園の第5楽章 W の悲劇などの映画やテレビドラマの舞台シーンのロケーション撮影も行われている。毎春東京都交響楽団の調布シリーズの演奏会が開催される。その他、調布市の成人式、隠しコンサートや映画上映会、 落語公園などで使用されている。毎年2月の初め頃に、明星学園高等学校の音楽祭が行われる。グリーンホールの名称にちなみ、大ホールの座席の色は緑色となっている。1977年に竣工した建物であるため、老朽化により何回か改修工事が行われている。2000年に大改修を行った。 2013年12月から2014年7月にかけて大ホールの舞台照明装置と舞台気候装置の取り替え増強工事を実施した。2022年1月11日から3月31日までグリーンホール改修工事に伴い大ホール、小ホールの利用停止を予定している。グリーンホール1階には地元のフランス料理店、スリッェが店舗を構え、 コンサートなどの来場客や近隣住民に親しまれていたが、新型コロナウイルス感染症の流行による緊急事態宣言の発令に伴い、グリーンホールが休業となったためレストランも休業を余儀なくされた。その影響で、同店は2020年5月31日をもって閉店し、45年の歴史に幕を閉じた。新型コロナウイルス感染症の影響による 老舗リストランの閉店は、マスメディアにも取り上げられた。なお、同店は、調布駅北口にもフランス菓子店、サロンドで、スリジェを出店していたが、そちらは2017年3月14日に、閉店している。京王線、調布駅付近連続立体交差事業による、調布駅の地下化に伴い、駅前再開発事業が進められている。駅前広場の整備工事の進展に伴い、 グリーンホール入り口前にあった、調布駅前公園の遊具が撤去されたが、この公園は、タコの形をした赤い滑り台があったことから、タコ公園と呼ばれていた。同公園には、第六大市長の吉岡克之が1991年に設置したカラクリ時計、平和と文化のモニュメントもあった。故障後に部品がなく修理できなかったため、末期は作動していなかったが、これも、 再開発工事のため撤去された。その後、駅前広場整備工事の進展に伴い、グリーンホールの近隣にあった民間のビルが解体されるなど、建物周辺は姿を変えつつある。調布駅前広場の整備に合わせて、グリーンホールの建て替えが検討されている。またこれと並行して、京王玉川駅周辺でも駅前再開発事業が予定されており、駅周辺の 駅前総合拠点地区に総合福祉センターを移転する計画もある。1970年代から1980年代のアイドル全盛時代にはスター誕生、カックラン大放送などテレビラジオの音楽、バラエティ番組の公開収録に多数使用されていた。1978年10月7日には南沙織の引退公演が開催された。 1979年1月には山口桃江がカックラ近大放送の公開収録のため来館し、収録後のザベスト展の生放送に出演の際にちょうど20歳の誕生日の直後であったことから、開館の庭に桃の木の記念食事を行っている。ありがとうございます。